のチャンス。シュートだ！来た！泉沢の右足が炸裂した。うまい止め方は確かにしましたけど、いい感じにしてましたね。ミドルシュート決まりました。大宮先制、0対0の均衡を破れました。泉沢今シーズン2ゴール目。これはもうゴールキーパーはノーチャンスというシュートが来ました。しょうがないですね、シュートが素晴らしかったですから。点取りました大宮。やっぱりああいうね、攻めてチャンス迎えた時に取り切れないと、はい、往々にしてこういうね、流れの中での結果っていうのはサッカー多いですよね。そうなんですよね、まあ、これはちょっとね、取りようがないですね。いや